ポモージェ県は、ポーランド北部の県である。県とはグダニスク。北は、バルト海に面していて、クヤビポモージェ県、バルミア・マズールイ県、ビエルコポルスカ県、西ポモージェ県と接している。ポモージェとはポーランド語をはじめとした、この地域一帯のスラブ語で、海のそばの土地の意味で、中世以前からの古い歴史的故障。英語のポメラニアやドイツ語のポンメルンといった古唱は、ポモージェの名まり。 ポモージュ県の県都で県内最大の都市、クダニスク湾に臨む、ドイツ名、ダンツヒ。1440年より、ポーランド王の庇護を受けたプロイセン同盟の都市で、1466年より、ポーランド王領プロイセンの都市として発展。1569年より、ポーランド王国に正式加盟して1772年まで、ポーランド王国領。 グダニスクワにある岬のベステルプラッテは第二次世界大戦勃発の地で、ここからナチスドイツによるポーランド侵攻が始まった。戦争末期にドイツ軍とソ連軍の激しい戦闘により破壊された。歴史地区は戦後ポーランド市民の手で完全に復元された。社会主義体制を終結させたポーランド民主化運動の中心地でもあった。 歴史地区と民主化運動関連施設はユネスコ世界遺産の暫定リストに登録されている。近郊のグディニャ、ソポトと共に三連都市を形成する。クダニスクとスウェーデンのストックホルム近郊のニーネスハムンとの間でフェリーが運行している。始公式サイトあり。クダニスク湾に望む港湾都市。港湾施設は1920年代にポーランドによって 当時の最新技術を駆使して建設された。その後現在に至るまで拡張整備が進んでいる。岸壁では貨物船のほか多くの小船や客船が見られ、第二次世界大戦で活動した軍艦も博物館として停泊している。マリーナもあり、ヨットやクルーザーが多く停泊している。グディニアとスウェーデンのカールスクルーナとの間で定期フェリーが運航している。 八つの大学があって、学生街でもあるため、若者向けの遊興施設も多い。グダニスクソポトと共に三連都市を形成する。始公式サイトあり、グダニスクの沖へと伸びる長大なサスでできている半島。半島内にはいくつか村や漁港があり、先端まで鉄道と道路が通っている。半島の幅は最も細いところで100メートルしかない。夏にはリゾートとして、 観光客で賑わう。漁港では、近海で採れる新鮮な魚のフライが名物。先端の町ヘルは1440年より、実地領連合であるプロイセン同盟に加盟して、ポーランド王の庇護を受け、1466年より、ポーランド王領プロイセンの都市として、発展、1569年に、ポーランド王国に正式加盟し1772年まで、ポーランド領であった。 ヘル半島にある自治体は根元から先端まで以下の通りとなる。ブワディスワボボ公式サイトあり、ハウピュイ公式サイトあり、クジニツァ公式サイトあり、ヤスタルニャ公式サイトあり、ユラタ公式サイトあり、ヘル公式サイトあり。ここのドイツ騎士団上は第二次世界大戦のドイツ軍とソ連軍との間の激しい戦闘で破壊されたが、戦後は、 ポーランド人の手により復元され、ユネスコ世界遺産に登録されている。毎年5月には、ポーランド王国によるマルボルク上皇略を記念した壮大な歴史祭りが開催される、公式サイトあり、グダニスク湾に望む町、グダニスクオリーバ主教制堂はパイプオルガンで知られる。その他、聖ヤコブ教会、ロココ様式建築のオリーバ、大修道院長宮殿などがある。 オリーバは市町村合併により現在はグダニスク広域市の一行政区画になっている。グダニスク市公式サイトを参照。バルト海沿いに続くスウィンスキ国立公園の大砂丘はユネスコ生物研保護区に登録されている。19世紀より海沿いのリゾートタウンとして開発され、現在も観光開発が進んでいる町。海の近くにはリゾートホテルが連なり、 レストランやカフェが並ぶ。夏は、ポーランド国内からだけでなく、ヨーロッパ中から、観光客がやってきて滞在する。近年は高級リゾートになりつつある。ヨーロッパ最大の観光桟橋である、ソポト桟橋がある。毎年夏に、ソポト国際音楽フェスティバルが開催される。グダニスク・グディニャットともに、三連都市を形成する。公式サイト、観光サイトあり。 ありがとうございます。